はい、こんにちは。ということで、今回はこれも BMW の3シリーズですね。BMW のベーシックモデル3シリーズは、スランが 318i、320i、323i、328i の4種類。スリードバハッチバックは 318ti、スクーペは 328ci、オープンは 328ci かぶりオーレ、ワゴンは 318i、328i ツーリングと多数なラインアップで、エンジンスペックは 2.8L が直力 DOHC で193馬力、2.3L が直力 DOHC で170馬力、2L が直力 DOHC で150馬力、1.9L はスランとワゴン用が直 4OHC で118馬力、ハッチバック用は直 4DOHC で140馬力、ミッションの組み合わせは 1.9L が 4AT、2L 以下が 5AT でスランの 318i のみ、5NT が用意されます。前車リアルエアバッグと ABS が標準で、ハッチバッグとカブリオレ以外は ITS ヘッドエアバッグも付く。スランは 2L 以外とクーペが採用ハンドル、1.9L とツーリングは右ハンドルのみで、カブリオレは左ハンドルのみに設定ということになっていまして、一番お安い価格でも318万円、高いやつですと518万円ということになります。まあ、リッターは 9.8 から11.6、まあ、ちょっと9とか8だと厳しいですけども、まあ、11ぐらいだとまあギリギリかなというところの、まあ、良さがあるかなというところの、感じるところになりますね。まあ、なかなかこの BMW の、前に出た白い BMW の見方を紹介しましたが、その今度次に当たる方の BMW ですね。なかなかこの方の BMW というのも、面白みがあっていいんじゃないかなというふうに思います。ちょっと派手なカラーリングですけどね。で、内装がこういうふうになってて、ミラーがこんなふうになって、どこでメーカーが作ったのかはちょっとわからない。ただ、あの国であることは確かなんですよね。あの国のどこで作ってるのかはちょっとわかりませんけども、まあ、なかなかの、面白い形の BMW ではないかなと思います。どうもありがとうございました。